につながる電話番号に。俺最初さ、女の人の声聞こえてような気がしたんだよね。さっきからちょくちょくうーみたいな音するの。もしもし、え、売り上げの時、売り上げの時、はい、ということで我々相談した結果後編に入ることにしました。これきついぞ。だいぶ話し合いましたよ。はい、ということでここからは後半戦スタートでございます、はい、前半まだ見てない方はちょっと概要欄から見てもらえば分かるんですけど、結構ね、あまりにもなんか不気味すぎる番号にかかってしまって僕らのメンタルがイカれてきたんで、それで、はい、あと4つあるんで、おお、あと4つあるんだけど、4つのうち3つがもうちょっと怖そうすぎて、怖そうスイートで、怖そうスイートで、怖そうスイート、怖そうスイート、怖そうスイート全然違うんです。前半のね、パート1の一部の方の動画でこの辺から声も聞こえてて、よすぎだけどね、ね、非常に今危険な状態だと思います、うん、でもゾッとしたい皆さんのためにね、楽しいと思いますので、はい、見てる人楽しいだけですので、この後も撮っていきます。はい、もう早速後半戦もいきなり電話番号からいきます。おーし、まず1個、あのお経で新しい電話番号っていうのがあって、あ、別のお経があるんだ。別のお経があります。うえー、お経も怖かったもん。マジ怖かったもう、あれで一気にね。こちらはつながらない。ああ、おかけになった電話番号。よかった。まあ、これはいいんですよ。これはだろうなっていう内容で、続いてかけると殺される電話番号。え、ちょ待って、怖いからお前押して。5、6、4、2、1、9。殺しに、うわ、番号が、え、殺しに番号がもうそれだ。こちらが、まあそうです。はい、殺されてやまるけうそー、おいちょっと待った、やめろよ、本当にやめろやめろやめろ、本当にあのホラーで死ぬパターンのノリやってる。もう一個あります。お、犬鳴きトンネルってあるじゃないですか、福岡の。ああ、有名じゃん、知ってる。うーって、もう一個あります。お、犬鳴きトンネル。ちょくちょくするよ、うん、俺はそれ聞こえてないけど、怖いってマジで、今日マジ怖いよ、今日あんま聞こえない。そう、福岡の犬鳴きトンネルっていう、あ、有名、めちゃめちゃ有名、日本で最強の心霊スポットってやつです、うん、マジ、もう問答無用の位置みたいな、うん、そこの公衆電話があるんですよ。え、公衆電話、そこに電話かけられて、繋がった場合呪われる。いや、やめようよ、やめようよ、普通にやばい、繋がったらやばいよ。だから、もう嫌なレベルすぎて、俺はいつか迷って。マジやだ、なるほどね。ちょっとあと、6、7、8、9多分ちょっと連帯責任でございます。はい、はい、呪われます。やめて、いや、これ本当にやばい。うわ、よかった。おかけになった電話番号は現在使われております。おー、よかった。でも、いつかね、怖いわ、もう。何これ。一応もう一個増えてみようと思って。え、いや、その前に俺普通に今切る際にうん、みたいな聞こえた。ガチ、え、超聞こえるじゃん。聞こえてる、ね、今日やばくね。これは一応犬鳴きの公衆電話です。これは一応犬鳴きの公衆電話です。おぉ、通話った。通話中切れた。あ、通話中で切れた。通話中、誰かやばいやん。誰か電話しとるわ。誰か呪われてる最中だ。誰か繋げてる最中だ。うん、通話中だから。別の誰かだ。やばっ。わお、キレッキレッ。しかも今めっちゃでかい。そう、バーチートレイン。なったなった。いや、でも逆に良かった。これ出なかったから良かった。呪われないから。出たらやばかったんだっけ。え、そうだ。そうそうそう、繋がったら呪われてる最中ってこと。危ねえ。大声なんだ。誰かがその感じが怖かった。じゃあこれ呪われてる人死ぬまでずっと通話中なんじゃ。こっくりさん。あー、もう、あー、よくないやつだ、これも。こっくりさんね。こっくりさん自体もだって、ね、俺こっくりさんマジ嫌だから押してくんね。だってこっ、誰か押してないでしょ。誰か押して。あ、鳴らないってことは、あ、え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 、
え、こんな切れた、マジで画面から消えた。ちょっと待って、こんな切れ方すんの。どういうこと。ええー、うわやばいな、そもそもあの強さのようにならない。ならない、ならない。どういうこと。これだけで読んだってことじゃない。おかしくない。おかしい、おかしい、おかしいよね。うん、通話中もしくはもうこの電話番号使われてませんでしょ。うん、アナウンスないよね。そうそうそう、普通なんです。スーッとなって急に画面戻る。俺が押したらそれなったかもしれない。そこ、はい、これできる。うーわー、ちょっとこれ一番不気味なんだけど。これだけで呼んでるのかもしれない。もう儀式的な、かからないけど、もうしたことになってきてるかもしれない。国立とか国立さん来てる。お前やめろって。お前それはこっからが本題なんです。まだ、本題どういうこと。一番やばいのがまだ残ってるんです。これはもう、1、2ヶ月後にやろうとしたんですよ、本当は。うん、温めてたやつがあるんだ。そうだけど、ちょっとなんか後編に行く流れになったじゃないですか。そうですな。これなんと、日本を含めた世界のオカルト界、ホラーの界隈ですよね。そういうの研究したり、怖いの好きなオカルト界っていうのがあるんですけど、オカルト界でタブーとされた電話番号が流出したんです。それがもうかけれるんですよ。本当にヤバい気がする、これに関しては。その前回の検索してはいけないやつのアステカもそうなんだけど、持ってくるやつエグすぎる。ね、確かに冷静に。これはちょっとね、なんか危ないと思うんだよね。マジ怖いって。おはぐろ兄さん泣くなよっていう電話番号なんですけど。おはぐろ兄さん。これマジでヤバいと思う。どういうこと、どういうこと。わかんねえけども、オカルト界で禁断とされたわけですよ。もう一番得体試練に来ますよ。来ますよ。はい。やこちらはソフトバンクです。あ、普通だ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。あれ、めっちゃ普通。番号をお確かめになって。あれ、あれ大丈夫じゃん。消された余裕やん。はい、ということで、オカルトのやつはまさかのかからないという話だったんですけど、でもなんかね、なんかそっちの界隈で騒がれてるってことは何かあるんだと思う。まあ確かにね。ね、この後何かかかってきたりした場合はもちろん動画に収めますけど、はい、そうね、まあ悪いことが起きないことだけはちょっと祈りましょう。はい、はい、僕たちは何も悪くありません。悪くありません。僕たちがいです。そちがいです。僕たちがね、2年間かけて培ってきたこの除霊術。何もできませんね、ちゃんとね。コメント欄の皆さんに教えてもらった除霊術ですね。で、最後にちょっとリカちゃんにかけていきたい。リカちゃん、1年ぶりぐらいですか。やっぱり出るんだよ。なんなんだ、友達とどんなことをして遊んでる。これなんなんだ、これマジなんなんだ。わあ、それは素敵ね。怖いよね、怖いよね。言ってること違わないかだけチェックして。うん、おかしくない。一緒ですね。うん、でもさっき聞かれるじゃなかった？そう。なんかピーピーっていう音が混じってる。この番号はちょっと下に貼っておくので、友達にちょっとドッキリしてみたい方はこのテロップを見て電話してみてはいかがでしょうか。はい。これはね、シンプルにドッキリできるね。うん、できる。怖い。え？今結構連チャンでしたね。うん、トン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 。シャッとしてるね。これはね、シンプルにドッキリできるね。うん、できる。怖い。その辺から。そう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 。え、完全にしてよね。あ、そう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 。結構今日疲れちゃった。長々とやりすぎたね。はい、ということで、はい、以上、合計10個ぐらい電話したんですかね、前半後半含めて。はい、まあなんかまさかのオカルトのタブーのやつが繋がんなかったので、うん、前半の方が怖いという。
はい、レアな結果になりました。そうですね、はい、これがリアルです。リアルです。拍子抜けだろうが何だろうが現象は現象、これが現実なんだもん。現象ありましたから。現象が多かったです、うん、現象が多かった、うん、でもみんなのが知ってるかもしれないので、うん、次新たな電話番号ありましたらちょっとコメント欄で教えてもらって、うん、僕はそちらにかけていきたいと思います、はいはい、やっぱこの動画でしょうもない電話番号が多いっていうことも分かったね、うんうん、だから本当にマジでガチなやつ知ってるっていう人がもし言ったらこのチャンネルの本当すごいから見てる人のホラーマニアとか、うんね、いろんなの知ってると思いますので、うん、ぜひコメント欄にてお待ちしております。お願いします。お願いします。ということでね、出張ホラーナイトも最近ちょっと撮影控えております。はい、はい、皆さんもっともっとゾッとしていきましょう。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。5分前からずっとふざけてるけど、なんなのそれは。なんか普通にやってるじゃん。そんなことやってたんやん。なんでだろう、逆バージョン。だからふざけてんじゃん。やって。もう一個あります。お犬鳴きトンネル。聞こえるじゃん。聞こえるじゃん。シンプルにドッキリできるね。うん、できる。怖え。